眠れる森の美女は、ピョートル・チャイコフスキーが作曲したバレエ音楽、および、それを用いたバレエ作品である。日本語では、眠りの森の美女と呼ばれることもある。1890年、サンクトペテルブルクのマリンスキー劇場で初演された。本作は、シャルル・ペローによる昔話、眠れる森の美女を原作としている。クラシックバレエを代表する作品の一つであり。 同じくチャイコフスキーが作曲した白鳥の湖、クルミ割り人形と共に三大バレエとも呼ばれている。シャルルペローによる昔話、眠れる森の美女を題材としたバレエは19世紀前半にパリオペラ座で2回制作されている。一度目は1825年に上演された同盟のオペラで作中にバレエシーンが挿入されており、ピエール・ガルデルが振付を担当した。 二度目は1829年に上演されたバレエで、振り付けはジャンル用メール、音楽はフェルディナン・エロルドが手掛け、リーズノブレやマリー・タリオーニといった、当時の人気バレリーナが出演したが、1840年の上演を最後に、オペラ座のレパートリーから外れている。イワン・フセボロシスキー、眠れる森の美女初演キャスト1888年5月。 サンクトペテルブルクのマリーンスキー、劇場支配人であったイワン・フセボロシスキーは、チャイコフスキーに手紙を書き、ペローの昔話、眠れる森の美女に基づくバレエ音楽の作曲を依頼した。外交官としてパリに駐在していたこともあるフセボロシスキーは、文化的見識が深く、フランス文化を愛好する人物であった。眠れる森の美女は、当時フランスで上演されていた。 無限劇と呼ばれる大衆無限劇において最も人気の高い演目であった。また、当時のロシアでは1881年に起きた皇帝アレクサンドル2世の暗殺事件以降、皇帝による先制政治が強化されていた。そのような中で、フセボロジスキーはペローが生きたルイ14世時代のフランスと東大のロシアを重ね合わせ皇帝を賛美する。 豪華絢爛なバレエを上演しようとしたのである。フセボロシスキーはチャイコフスキーに宛てた依頼の手紙で、私はペローの童話、眠れる森の美女のバレエ台本を書きました。この作品の時代背景をルイ14世のスタイルにし、装置はミュージカルファンタジー風に、音楽的な色彩はリュリア・ラモーの宮廷バレエ用式風なものを採用してください。 私は週末にペローの童話集から長靴を履いた猫、赤ずきん、シンデレラ、大野はワプジンの作品から青い鳥なども登場させたいのですと書いている。チャイコフスキーはしばらく返信をしなかったが、フセボロジスキーから同年8月に再度手紙が送られてくると、まだ台本を受け取っていないが内容には興味を持っているという趣旨の返事を書いた。その数日後、 チャイコフスキーは、フセボロジスキー宛てに、やっと、眠れる森の美女の原稿が届きました。私は言いようもなく、簡単し、魅了されました。私が作曲するのにこれ以上良いものは望めませんと、熱狂的な手紙を書き、作曲を承諾した。バレエの振り付けは、マリーンスキー劇場の首席バレーマスターであり、フセボロジスキーと協力して、 本作の台本も手掛けていたマリウス・プティパが担当することになった。作曲は1888年の秋から開始され、途中に何度か中断を挟みながらも、翌1889年の夏には全曲が完成した。作曲にあたり、プティパはチャイコフスキーに対して指示書きを手渡し、各場面の楽曲の雰囲気やテンポ、小説数などを細かく指定したが、 チャイコフスキーはそのすべてを厳密に守ったわけではなく、指定された小説数を超えて作曲した部分もある。また、作曲が完了した後も、プティッパが振り付けを進めていく過程で、楽曲には随時修正が加えられた。眠れる森の美女初演。第3幕のオーロラ姫とデジレオ王子1890年1月15日、マリーンスキー劇場において、バレエ。 眠れる森の美女が初演された。主要キャストは、オーロラ姫が、カルロッタ・ブリアンサ、デジレ・王子が、パー・ベルゲルト、リラの聖がマリア・プティッパー、カラボスと青い鳥の2役が、エンリコ・チェケッティであった。上演時間は4時間半で、舞台美術、衣装をはじめとする制作費には膨大な予算が、つぎ込まれ、提出劇場で、最も費用がかかったバレエとして評判になった。 初演前日のゲネプロを鑑賞した皇帝アレクサンドル三世の感想は、ただ一言、とても可愛らしいというもので、チャイコフスキーは日記に、皇帝陛下は僕を非常に軽くあしらったと記している。初演に対する貴族や批評家の反応は、冷淡なものが多かったが、観客からの指示は、公演を重ねるごとに高まり、ついにはチケットが売り切れるまでになった。その後も本作は、 マリーンスキー劇場のレパートリーとして上演され続け、初演から6年後の1896年には、ミラノのスカラ座で初の国外上演を行われた。チャイコフスキーが作曲した3つのバレエ作品は、いずれも初演以降、多数の海底演出が発表されてきた。そのうち、眠れる森の美女は、海底演出であってもプティパによる腹振り付けを尊重している場合が多く、 他の2作に比べると構成における改変の度合いは少ない。以下、いくつかの改定演出を挙げる。バレエリュス・バレエリュス全幕版に主演したイル・ロポコは1921年11月から翌年2月にかけて、セルゲー・ディア・ギレフ率いるバレエリュスは、ロンドンで眠れる森の美女全幕を眠り姫のタイトルで上演した。 従来のバレエルスは新作バレエを中心に上演しており、本作のような全幕の古典バレエはレパートリーに入っていなかったが、この頃は新作を発表できる振付映画不在であったことと、ディア・ギレフがチャイコフスキーの傑作を西洋へ紹介したいという思いを抱いていたことから上演の運びとなった。振付を手掛けたのはニコライ・セルゲイフとブロニスラバニ・ジンスカである。 セルゲイフは、マリンスキー劇場の元舞台監督で、ロシアから亡命した際に、プティパバン、眠れる森の美女の舞踊譜を持ち出していた。ニジンスカはその舞踊譜をもとに、マイムで演じられていた場面をダンスに置き換えたり、新たな振り付けを追加したりといった改変を加えた。また、レオン・バクストが豪華な舞台美術をデザインし、出演者も一流のダンサーが揃えられた。 にもかかわらず本作はバレエリスに前衛的な作品を期待していた人々の支持を得ることができず、観客からも批評家からも不評であった。公演は当初予定していた上演期間の終了前に打ち切られ、ディアギレフは多額の借金を背負い、衣装や舞台美術も全て差し押さえられた。しかしこの公演はイギリスに眠れる森の美女を紹介し、 後のロイヤルバレエ団による全幕上演のきっかけを作ったテニア、ニジンスカが振付家として本格的に活動する契機となった点で、後のバレエ誌に影響を与えている。なお、バレエリュスは1922年5月に眠れる森の美女の抜粋版である、オーロラ姫の結婚を制作して、パリオペラ座で初演し、その後はこの抜粋版をレパートリーとして上演し続けた。 マリーンスキーバレープティパ版を初演したマリーンスキーバレーでは初演以後本作の改訂がたびたび行われてきた。1922年のヒョードール・ロップホーフ版ではプロローグで踊られるリラの聖のバリアシオンを従来よりも高度な振り付けに変更したり第3幕のオーロラ姫のバリアシオンの楽曲をプティパが初演時に用いた金の聖の踊りから チャイコフスキーのオリジナル曲に戻したりといった改編が行われた。1952年に初演されたコンスタンチン、セルゲイフ版は現在に至るまで長く踊り継がれている演出であり、1989年にはセルゲイフ自身による再改定が行われ、全体をプティッパの腹振り付けにより近づける試みがなされた。また1999年にはセルゲビハレフによって、 プティッパによる初演版の復元上演が行われた。その他今日上演されている眠れる森の美女の多くはプティッパ版を改訂したものであるが物語設定を大きく変更し現代的に再解釈した演出もある。オーロラ姫を薬物依存症という設定にしたマツ、エック版やペローの原作に登場する一区域の総話を加え、性や暴力といったテーマを描き出した。 ジャンクリストフ・マイヨー版などが挙げられる。バレエ、眠れる森の美女の原作は、シャルル・ペローによる同名の昔話である。原作のあらすじは、以下の通りである。なお、バレエでは、王女と王子が結婚に至る前半部分の筋書きのみが用いられ、後半の一区域の総話は省略されている。ペロー、眠れる森の美女の、差し絵昔々、とある国で王女が生まれ、 国中の仙女たちが、洗礼式に招待されたが、ただ一人、年老いた仙女だけが招かれなかった。年老いた仙女は、縁の席に現れると、王女はいずれ罪に刺されて死ぬだろう、と呪いをかける。しかし、ある若い仙女がその呪いを和らげ、姫は死ぬのではなく百年の眠りにつくだけだと予言する。成長した王女は予言の通り、防水で手を刺して、眠りに落ちる。 百年後、眠る王女の噂を聞いた若い王子が城を訪れると、王女は目を覚まし、二人は結婚する。王女と王子の間には二人の子供が生まれ、やがて王子は、国王の座に就いた。しかし、新国王の母親にあたる女王は、一区域であり、国王の留守中に王妃と孫たちを食べてしまおうと、目論んでいた。女王は、王妃たちを殺して調理する、よう料理頭に命じるが、 料理頭は母子三人を自宅にかくまい、代わりに動物の肉を女王に食べさせる。だが、ほどなく女王は王妃と孫たちが生きていることを知り、料理頭ともども死刑にしようとする。死刑執行人が引き返るや、毒蛇の入った桶を用意し、そこに王妃たちを投げ込もうとしたちょうどその時、国王が帰還する。悔しがった女王は、自ら桶の中に飛び込み、 死んでしまった。演出によって物語の展開に相違があるが、あらすじは概ね次のような内容である。プロローグ17世紀のフランスを思わせる王宮。フロレスタン国王夫妻の間にオーロラという姫君が誕生し、洗礼式が行われている。式には6人の妖精たちが招かれており、姫に優しさ、勇気、の気などの様々な美質を授ける。最後に、 リラの生が贈り物をしようとしたとき、悪の妖精カラボスが現れる。カラボスは自分が祝縁に招かれなかったことに怒り狂い、オーロラ姫は16歳の誕生日に防水に刺されて死ぬだろうと呪いをかける。嘆き悲しむ宮廷の人々に、リラの生はカラボスの呪いを消し去ることはできないが、弱めることはできる。姫は死ぬのではなく、眠りにつき、 100年後に王子の口づけによって目覚めるだろうと予言する。第一幕第一幕オーロラ姫オーロラ姫の16歳の誕生日。美しく成長した姫のもとには求婚者たちが訪れており、姫は4人の求婚者と踊る。その直後、姫は見知らぬ老婆から花束を受け取り、その中に仕込まれていた粒で指を刺して倒れてしまう。 老婆に変装していたカラボースは正体を表すと、勝ち誇ったように去っていく。そこへ、ディラの生がやってきて、オーロラ姫は予言通りに眠りについたのだと告げる。ディラの生は、魔法でその場にいる全員を眠らせるとともに、あたりに植物を茂らせて城全体を包み込む。第二幕百年後、デジレ王子の一行が森へ狩りにやってくるが、王子は狩りを楽しめず、 物思いに沈んでいる。そこへ、ディラの生が現れ、オーロラ姫の幻影を王子に見せると、王子は姫の美しさの虜となる。王子はディラの生に導かれて、城へたどり着き、口づけによって姫を目覚めさせる。第三幕第三幕オーロラ姫の結婚式オーロラ姫とデジレ王子の結婚式が、盛大に催されている。式には、宝石の聖や、 様々な童話の主人公たちが招かれており、長靴を履いた猫と白い猫、赤ずきんと、狼、フロリナ王女と青い鳥などがそれぞれ個性的な踊りを披露する。人々が祝福する中、オーロラ姫とデジレ王子がグランパドゥを踊り、物語は幕を閉じる。眠れる森の美女の改訂演出は、プティッパによる腹振り付けを尊重したものが多い。 演出によっては一部の場面を削除することがあり、例えば禁じられた糸紡ぎを隠れていっていた人々が処罰される場面、狩りの場面、童話の主人公たちの踊りの一部等がなくなることはあるが、全体の構成が大きく変更されることは稀である。その中で演出による違いが現れやすいのは、禅の象徴であるリーラの性と悪の性、カラボスの描き方である。リラの性は、 薄紫色のチュチュを着た女性ダンサーがトシューズで踊るのが一般的であるが踊らずにマイムのみで演じられる場合もある。カラボスはさらに演出の幅が広く、初演版のように男性が演じる場合もあれば、チュチュとトシューズを身につけた女性ダンサーが踊る場合や、女性がマイムで演じる場合もある。これらの演じ方の組み合わせによって、カラボスとリラの性を全く異なる姿にしたり、 逆に共像のように見せたりと、善と悪の対比が様々な形で表現される。第一幕、ローズアダージョ本作は、単純な筋書きのおとぎ話を題材としながらも、クラシックバレエの様式美を体現した、豪華絢爛な作品として知られる。本作の振付屋であるプティパは、古典バレエの確立者とされているが、彼の作品の特徴は、 物語の筋書きよりも純粋な舞踊を見せることに重点が置かれており、かつ作品全体が明確な形式構造に基づいていることである。眠れる森の美女は、プティッパがこの古典バレエの様式を完成させた作品であり、作品全体にコールドバレエや童話の登場人物などによる多様な踊り、主役二人によるグランパドデト等が秩序立って配置され、 古典主義的な調和が作り出されている。また、本作の物語も古典主義的な世界観に基づいており、悪の性カラボスの死の呪いによってもたらされた混沌が、善の生理らによって、再び調和へと導かれる様が描かれている。本作の主役である、オーロラ姫を演じるバレリーナには、安定したテクニックと王女らしい華やかさが求められる。特に、 第一幕でオーロラ姫が登場した直後に、求婚者たちと踊る、ローズアタージョは、女性が片足で立って、バランスを保持したまま四人の男性に次々と手を、預けていくなど、高度な技が連続する、大きな見せ場である。ピッコロ、フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、ホルンコルネットに、トランペットに、トロンボーンん、チューバ、ティンパに、大太鼓。 小太鼓、タンブリン、シンバル、タムタム、トライアングル、クロッケンシュピール、ピアノ、ハープ、言語部以下の楽曲構成は、初演時の台本に基づく。演奏時間は、約2時間40分である。女装、広間の更進曲第一幕村人の大ワルツ第三幕長靴を、履いた猫と白い猫第三幕青い鳥と、フロリナビメ本作は、以下の5曲からなる。 演奏会用組曲としても演奏される。これは、チャイコフスキー自身の選曲によるものだが、作曲者の生前は、内容が固まらず、まとまったのは、チャイコフスキーの死後であった。リラの聖アダージョ、パダクションパドカラクテールパノラマアルツこのほかバレエ、眠れる森の美女の上演直前であった1889年の、暮れに楽譜出版社のユルケンソンから、 本作のピアノ独創用編曲版が出版されている。編曲は作曲者から依頼を受けたアレクサンドル・ジロティが言った。また、バレエの上演直後である1890年初頭、チャイコフスキーはユルゲンソンに対してピアノ連弾版の出版を依頼し、ユルゲンソンは当時17歳のセルゲイ・ラ・フマニノフに編曲を注文した。この編曲版には、 チャイコフスキーとジロティが構成を加えたが、チャイコフスキーは、ラフマニノフの編曲が気に入らず、ジロティに不満を漏らしていた。ありがとうございます。